今日はなんか美味しそうなお菓子見つけたんで買ってみました。ほら、めっちゃ美味しそう。パッケージもめっちゃ可愛いですよね。それじゃあいただきます。これなんかニューヨークマヨネーズ、ひねり揚げみたいな感じですよね。多分マヨネーズの味なんかな。あ、美味しい。ほんのりマヨネーズの感じかな。全然くどくないです。じゃあチロルチョコいってみようかな。キウイからいきます。これかわいいからこれもちょっと写したくて残してみました。めっちゃおいしいわこれ。スイカ、私キウイの方が好きかな。スイカだな。これ薬局で買ったんですよ。薬局、私スーパーとかより薬局の方、薬局でお菓子よく買いますね。安い、スーパーより安い。なんで薬局ってお菓子安いんでしょうね。もうパッケージがかわいい。なんかザ・アメリカンって感じ。 なんかこういうのいいですよね。私こういうのめっちゃ好きなんですよ。
なんかもういちいち可愛いねんな。これだって皮の色と中身の身の色やろ。いちいち可愛い。このチアシード入ってるって書いてるんですよ。それがなんかめっちゃもちもちしてます。かわいい、ちっちゃい。なんかこういうやつって最後に食べたの小学校ぐらいか、小学生以来かもしれないです。もうほんま久しぶり。いつもこういうやつとかよりあのポテチとかそっち系買っちゃうんで、あんま食べないですね。なんかよう考えたらマヨネーズの味あんましやへんかな。あ、けど原材料名のとこに粉末マヨネーズ風調味料って書いてるから味するんかな。やっぱり私なんかちょっと味覚おかしいから。最後です。うん、スイカも最後。
最後です。どっちもめっちゃ美味しかったです。もし見つけたらぜひ買ってみてください。ごちそうさまでした。